皆さんこんにちは、日本テレビアナウンサーの市來玲奈です。見えますでしょうか、今日はここ東京ドームで巨人とオリックスの交流戦が行われます。この試合巨人が勝ちますと、私市來が原監督へのインタビューを担当させていただくことになりました。一人前のスポーツキャスターを目指す市來玲奈がプロ野球中継の勝利監督インタビューを担当していただきます。プロ野球中継の勝利監督インタビューに挑戦。これまでゲームを通じて野球を学んできた市來アナ。あー、王者に当てた。いよいよ原監督への勝利監督インタビュー、その舞台裏に密着。では始めたいと思います。初の大役。上手ですね。原監督の言葉に涙。市來玲奈の一流スポーツキャスターへの道。東京ドームで待っていたのは、あ、エビガルさんじゃないですか。おはようございます。なんか嬉しそうだね。余裕あるね。笑顔じゃない。あ、違うです。余裕がないんです。入社25年目の大先輩、海老原聡アナウンサー。いよいよだね。はい、原監督のインタビュー。このお話を、はい、いただいたあの日から、そうそう昨日に関しては記憶がないですね。全力でサポートするから。はい。あ、見てください。え、切れちゃった？もうスポートしません。そんなことはいいから、早く行かないと。もう、はい、よろしくお願いします。歴史的一日の始まりです。よろしくお願いします。時刻は午後1時。この時間から海老原アナの仕事は始まります。まずは本木大輔ヘッドコーチへのインタビュー。これは日テレジータスで放送中、超ジャイアンツの撮影。試合が始まる5時間前から野球を担当するアナウンサーの仕事は始まっているんです。20分のインタビューが終了。はい、OK です。ありがとうございます。どうでした？私のインタビュー、まあまあだったと思います。お前を見てるぞ、今日原監督のインタビュー。嘘に変わったり、もうこれ以上笑えないで、ここで笑っときます。いや、快勝だったらね、いいけどね。勝ってもね、最後ちょっと9回1点か2点取られての勝ちのインタビューとか結構難しいからね。海老原さんよりは上手いインタビューできるかなと。やっぱり元アイドル言うよね。それで本当頑張ります。そんな市來アナに思いもよらぬ事実が。長野広報長、すみません、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。監督はもうあれなんですか、ご存知なんですか？いや、大丈夫です。あ、今まだ知らないってことですか？そうです。急に彼女が来たら、いや、大丈夫です。いや、もうしますから大丈夫です。え、なんか一緒隣にいるんですよね。隣にしましょう。あ、なんかツンツンってしますから。違う時がこれまずいなってツンツンってしますから。もうみんなちょっと教えてください。監督の思いを伝える大事な役割。続いてグラウンドへ。4年ぶり2度目。そうです。そのビジョンが変わったっけよ。大きくなりました ね。メインビジョン綺麗。今年東京ドームは100億円をかけリニューアル。外野のビジョンは横幅が100メートルを超える超大型サイズになりました。野球班のみんなに言ったかったんですよね。式が来ますって。ちゃんと平田さん実況されるじゃないですか。うんうん、もう今日あった。あ、今日はお会いしない。あ、じゃあちょっと放送席行こう。放送席行くか。え、もういるもん。あれ、これ見て見える。あれ、平川さん。あ、そうじゃねえよ。それでは監督インタビューです。今度あの人だ。この日実況を務めるさらに先輩、平川アナに挨拶。失礼します。おはようございます。どうもどうも。本日は、あら、よろしくお願いいたします。あ、
ら、あの勝利監督インタビューの日です。そうか、勝ってもらわないとね、今日は、本当にそう思ったんですか、平川さん。もちろん、そりゃそうよ。平川さんから、それでは勝ちました原監督のインタビューです、多分いう形で一木の声で始まるってことですもんね。新鮮だね。史上初ですよね。今まで聞いたことないね。ジャイアンツの、まあ、勝ちの実況ができればインタビューが見られると、はい、楽しみにしてます、はい、頑張りましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、お願いします。そして練習が始まる前も貴重な時間。こうやって6時プレーボールだけど、今何時？1時半ぐらいでしょ。はい、1時。この時間にもう始まるわけさ。このぐらいの時間には来るわけ、僕ら野球班。すると海老原アナは気がついたことが。これね、でもあんまりこれあれ 見ないですね。今日この24番って大城選手なんで、はい、キャッチャー、はい、この時間にここでこれいわゆるティーバッティングってやつなんだけど、これは今シーズンまず初めて見た。横にあの阿部慎之助作戦コーチが立ってるけど、はい、多分これ今日特別にやってるんだと思います、はい、っていうのがずっと来てると分かる。分かるんですね、その変化が。もういわゆる全体練習は多分この後20分とかぐらいが始まるんだけど、その前のいわゆる早出の練習、これが例えばじゃ3時と来てたらこれ見らんないからね、はい。いやてかこれ何、これ内気ノート、これ、まあ、スポーツノートなんですけど、ああ何でもあり、何でも野球だけ、あのだけじゃなくて取材した時のなんかまとめ、こっから野球を埋めていこうっていう。さっきの大城さん普通に練習入ってたよ、通常の練習に入ってた。疲れ知らず、疲れ知らず、疲れ知らずそれメモってるの疲れ知らず。今日絶対あれ疲れてると思ういやいやすごいなと思って、体力が。いよいよ試合開始。1回の裏、2点を追う巨人はランナー2人を置き、4番の岡本和真選手。打てば逆転だよ、インタビューあるぞ。すると強振した、打球は伸びた、一気に逆転の一本。ほら来た、逆転のスリーランホームラン。監督インタビューに一歩近づきます。5回オリックスが2アウト1塁3塁のチャンス。山崎投手の92球目、ここは1、2塁間に破りました。宗の10試合連続ヒットはタイムリーとなって同点。これで3対3。同点で迎えた8回、先頭バッターの丸選手が内野安打で出塁。さあ丸がスタートを切った、盗塁成功。走った、マジか、セーフ。初球で盗塁を決め、チャンスを広げます。その後ツーアウト二塁三塁となり、打席には初回ホームランの岡本選手。ランナー2人が一気に帰ってきた。4番の一打で勝ち越し。岡本選手が5打点を挙げる活躍で巨人が勝利。一木アナもすぐさまインタビュールームへ移動。すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。メディアを代表してのインタビュー。はい、あのやらせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。では始めたいと思います。
それでは市木アナの勝利監督インタビュー、実際の映像とともにご覧ください。では原監督のインタビューをご覧いただきます。勝ちました原監督です、よろしくお願いいたします。はい、8回の裏丸選手が初球で盗塁、攻めたイニングだったのではないでしょうか。8回そうですね、はい、まあ先頭バッターとして、しぶとくというかね、やっぱいい、ヒットで出て、まあうまい具合にいいスタートを早いカウントにね切ったというのは非常に大きかったですね。そして決めたのは岡本選手でした。今日はですね1回の裏で逆転のスリーランホームランもありました。調子の方は上がってきたでしょうか。いやもう非常に大事なところでね、今日の日本の、まあ、ヒットというのはね非常に貴重だったし、まあ、その得点だけですからもう全打点ですよね。まあ、非常にいい役割をしてくれたと思います。そして先発の山崎投手はいかがだったでしょうか。そうですね、少しやっぱり球数が多いというのがありますね。まあ、もう一人というね、非常にツーアウトを取ってね、まあ、山口ピッチングコーチもね、マウンドに行ったんですけれども、まあ、なかなかやっぱりプロの世界というのはね、甘いものではないなと、まあ、いい勉強になったというふうに思います。これでオリックスに連勝です。明日はですね、ビジョンにも大きく映し出されて会場内も歓声が上がりましたが、菅野投手が先発だということでどんなピッチングを期待しますでしょうか。まあ、今日は相手チームに主導権を最初に握られましたけど、まあ、その分、我慢をして、まあ、我々攻撃陣が、まあ、主導権を握るという、まあ、そういう、ゲームになればなというふうに思ってます。はい、原監督でした、ありがとうございました。無事大役を果たすと。上手ですね。上手ですね。原監督からお褒めの言葉。ありがとうございました。ありがとう。褒められたじゃん、褒められてない。優しいよ、本当だよね。そんなこと。緊張から解放され、安堵の涙。よかったね、おめでとう。お世話さん。ありがとうございました。なんか信じられないですね。もうだって顔がやっぱり紅潮してたでしょ。はい、まださ、興奮してるわけ。そこをインタビューするのってすごい経験だと思うからさ、これからのアナウンサーの人生でぜひ生かして、これが終わりじゃなくて始まりなのか。よろしくお願いします。はい、アナウンサーに人生においてはすっごく大事な一日だったと思います。今日本当によかった。皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。今後とも市木アナよろしくお願いします。本当にありがとうございました。お願いします。市木アナお疲れさんでした。よかったね。お疲れだったか。いや、ちょっと